こんにちは、花井亮吾さん、そして動画をご覧の皆様。前回ですね、由美子さんの動画の方を紹介していただきましてありがとうございました。この由美子さんなんですけども、ダイエットとかヨガとか、禁酒ですか、こういったテーマでお送りしておりまして、最もね、強いメッセージっていうのはやっぱ健康なのかなと思うんですよ。特に私のような年齢になってくると、いや本気でね、やっぱこう健康のことを気にしだすところもありまして、あとやっぱりね、おかしいなと、今まではこうだったのに、なんか最近こうだなって思うことがあるんですよ。例えばね、足を大きく上げて、フェンスをまたいだつもりなのに、つま先がちょっとフェンスに当たるんですよ。要するにね、自分が思ってるほど今までのように足が上がってなかったりするんですよね。で、これ股関節が硬くなってきていることだっていうふうに思うんですよ。で、由美子さんの動画を見ると、やっぱりね、年齢を重ねるとそういうところが硬くなってくるんで、やっぱり意図的に柔らかくしていかないといけないと。その時に、音叉を使ってみるとか、それから体の大部分は水でできているんだけども、加齢によってですね、水分が抜けていって、みずみずしい体っていうのがちょっと失われていくそうなんですよね。で、私みたいな年齢になってくると、水分量っていうのは 60% 前後になるのかもしれませんね。そんな感じで私受け取ったんですけども、生まれたばかりの頃っていうのは水が 90% だという、そういうふうなね、こともお話しくださいました。パーセンテージはいろんな説があるとしても、生まれた時は確かにみずみずしいですよね。いろんなものを吸収して、それこそ乾いたスポンジのように、思考的にもね、行動的にもいろんなことを吸収して、どん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 、コピーしていくわけなんですよね。 見たものとか聞いたものを、だから物覚えも良かったりとか、意欲的であったりとかね、挑戦的だったりとかするんでしょうけども、やっぱり年齢を重ねていくと、どんどん保守的になっていくというかね、今まで蓄えていった知識や情報をものすごく大切にして、これから新しいことを、心を開いて受け取っていこうっていう気持ちはちょっとなくなっていくんだろうなっていう気がしましたね。だから頑固になってみたりとかするのかなとかね、いや私もちょっとこういろいろと反省しないといけないなっていうところがあるのと同時に、この由美子さんの動画を見ていかがですかね。音叉ってものありましたね。ピーンと音叉で音の振動を聞くんですよね。その振動により、私たちは体が水分でできてますから振動するんですよ。で、やっぱり脳で考えたこと、脳波っていうのも波動ですよね。だから私たちは考えたこととか聞いたこととか言うことっていう、そのあらゆる波動、この周波数が良いものであれば良い影響を受けて、悪い周波数のものを言ったり聞いたりする、考えたりすると、やっぱり体は朽ちて悪くなっていくんだろうなって気はするんですよね。で、よくね、植物とか水とかを2つに分けて置いといて、こっちの方に下に紙を引いて、バカ野郎ってやっといてね、こっちの方はありがとうっていうね、紙を引いておいて、で、両方の様子を見るみたいなことがありますけども、果たしてね、あれね、植物とか水とかっていうのは、日本語を解読するんでしょうかね、何なんでしょうかね。そう考えると変なんですけども、多分あれを書いたことによる波動っていうのは、感謝やね、喜びを込めたものっていうのは、いいものをもしかしたら発するのかもしれませんし、だから誰かに対して害する目的で書いたそのバカ野郎みたいな言葉っていうのは、もしかしたら悪い波動なのかもしれませんよね。少なくとも書いたり言ったりするときは、悪いもの、いいものを込めてるはずなんですよ。ということをね、いろいろと思いながら由美子さんの動画を見ると、なんていうんですかね、自分の体を健康にしようと思いながらやること、そして音叉を鳴らしながら心地いいなと思いながらやることっていうのは、そのまんま結果も良くなるんじゃないかなと思うんですよ。で、逆に疑い深くね、こんなもんやって意味があるのかなとかね、きっとこんなのすぐ終わるよみたいなこと言ってたら、やっぱり本当にそうなっちゃうのかなと思います。やっぱこれはね、ビジネスもそうだし、この動画のやり取りもそうなんですけども、いつか終わるんじゃないかなとかね、このビジネス大丈夫かなって思っちゃうと、本当にその不安が実現する可能性が高くなると思いますんで、私としてはね、いいイメージをして、そしてなるべくすぐに忘れることにしてるんですよ。いいイメージをするってのはどういうことかっていうと、例えばビジネスをするときに、自分はこのビジネスによって大きなね、利益を得るはずだ、多くの人に喜ばれるはずだ、尊重されるはずだっていうふうに高い期待を持つことはいいんですけども、それを持ち続けると、持っている自分と、思っている自分と、それからね、まだそうなってないなっていう未達成の自分っていうのが発生するんですよ。そしてどちらかというと、まだ自分の理想値にたどり着いてないなっていうふうなことが実現しちゃうんですよ。要するに、まだじゃないかっていうのが実現しちゃうんですよね。ですので、いいイメージをしたら、あとはそういうことを忘れてですね、
まあ、やることに行動に集中するといいんじゃないかなと思いましたね。まあ、改めてそういうことを考えてですね、まあ、これ由美香さんの動画これからも見ていこうかなと思っております。前回ね、本当動画の方花山涼子さんからも紹介していただきましたありがとうございました。まあ、いろいろと感じられることあると思いますけども、 YouTube で YouTube でねものすごくいいなって思うことがあるとしたら、こういうふうな逸材との出会いっていうんですかね、まあみんな逸材なんですけども、その中でもね、あ、応援したいなって思う人が出てくることなんじゃないかなと思うんですよ。でその人っていうのはきっとチャンネル登録の数とか再生数とかではなくてね、そう思うからそうするぐらいの、シンプルな理由だと思うんですよ。ということでね、本日は以上ですけども、そうですね、なんか最近応援したい YouTuber さんって見かけられました？いかがでしょうか。それでは今回は以上です。